DSM 本社 DSM はオランダに本社を置く科学企業。オランダ政府が経営する炭鉱会社として設立されたが、1929年に科学事業へ進出し、現在ではライフサイエンス分野まで手掛ける総合科学メーカーへと転換している。1996年に完全民営化した。ヘールレン氏にて最短を行う国営企業として設立されたが、 1900年代、初頭より化学肥料の製造を開始し、その後、カプロラクタム系製品やポリエチレン等のバルクケミカル事業へ進出する一方で、1973年に炭鉱完全閉鎖、化学会社への転換を果たした。その後、ライフサイエンス分野を買収する一方で、石油化学事業の売却を行う。近年は、 先端技術を有する各国のベンチャー企業への投資事業も行っている。最高経営責任者のファイク・シー・ジブスマは非売収企業であるジスト・ブロケーズ出身の企業経営者、オランダ銀行監査役やスフィックボードメンバーを務める。日本法人 DSM 株式会社は東京にオフィスを持ち、日本における事業統括及び健康、機能性食品、飲料と 動物飼料用、ビタミン、カロテノイド、化粧品原料の販売を行っている。エンジニアリングプラスチックス分野については、別法人、DESM ジャパンエンジニアリングプラスチックス、株式会社があり、自動車及び電気電子用途としての高機能樹脂の開発、生産、販売を行っている。ありがとうございます。